はい、バイソンです。今どこにいるかっていうと、福岡県の雑所の熊、雑所の熊っていうものですね、これ駅にいます。ちょっと散策してみたいと思います。自販機は全部100円、120円かもうありますねって感じになってます。渋い居酒屋なのかな、一品料理富士渋いです。どこから入るんだこれ。小料理屋とかスナックがちょこちょこあります。マロニエ会館、カレー屋、ニューシャンバレ屋、リラクゼーションアイリス、怪しいなこれ。自販機は基本100円が多いです。釜山商会、なんかあれ、釜山って韓国のあれなんですけど、コリアンタウンとも言われてるんですよね、この辺は。渋いです。これスナックローズ、名物ホルモン米久、うまそうだ。市場が多いですね。果物とか。肉、果物、魚とかの商店街ですね。市場。からちゃん有名です。スナック肉、焼肉、カズ、山彦、ちょっと建築物が渋いですね。スナック、アジサイ、小金井、あ
もうずっとここで働いてるんですか？ここにずっと働いてるんですか？前の時から。あ、そうなんですか？ここで前。ああ、へえ。69年でしたっけ？はい、やって。69歳です。あ、本当ですか？すごいですね。雑所の熊。何ですか？もう完全にアナログ人間。この辺でも居酒屋とかあるんですか？あるけど、泊まり恐怖、あの、福岡市内でしょ？そう福岡市内やったらもう入って、まあ、この日も飲食店は極端に多いんや。なんでかというと、ここ自衛隊の基地が2つあるから。あ、そうですか。陸上自衛隊と航空自衛隊と2つあるんや、基地が。ということは若い会社員が多いから、うん、昔からこの町は風俗とか飲食店が多いの、人口の割に極端に。だからあちこち飲み食とかいいから。本当ですか？うん、でも今日明日帰るの？いや、予定、とりあえず今日は一回戻るんですけど、まあ、旦那も1週間ぐらいこっちにいる。あ、ほんと。今こっち飲んだんやったら次の日は、まあ、ともかくいつの日でもいいけど、中洲、中洲というか、そこの屋台はもうぜひ行ってもらいたいね。結構川沿いにある。あ、ちこちこ、あの、看板も出ると屋台どの木に固まってますし、看板も。あ、あの観光客用に。へぇ、いいとこ来たんな。でもちょっと雑所の熊ちょっと気になってたんですよね。うん、ここ、あの、孫さんが、ソフトバンクの孫さんが初めて障害者を認めた土地だから。あ、そうなんですか。で、IT 企業とか若い企業家の間では劣化になってんやん、ここ。へぇ、ここはよく来るんですか？週に、平均した週に2回。あ、あとは自宅で。まあ自宅はもう水風呂に入るかシャワー。ちっちゃい頃からここら辺住んでるんですか？いや、もう小さくはおったけど、あの、親が商売しとったから、まあ両親も渡りちゃって、俺はまだ転勤を渡りしとったから。あ、なるほど。一人でまあこっち帰ってきたけど、波乱万丈の人生だからね。波乱万丈ですか？バツ4。マジですか？そしてこの雑草には一番最初の嫁はんがおるから。あ、そうなんですね。一番最初の嫁はんがちょこちょこ用意してくれる。ああ、でも今でも あったりするんですか？一番最初の嫁はんの間にだって子供の子だったから、うん、その子がやっぱり、あの、孤独死しとらんかどうかちょこちょこ見に来るわ。へぇ。2番目の嫁はんは連れ子やってるの、うん、九州に子供連れて2、3回遊びに来てくれた。いろんな付き合いだな。モテたんすね。あ、まあ、若い子供の写真でびっくりするやろな、今と全然違う。ですか。黄金湯ですっきりしてきました。以上、バイソンでした。